ボートレース大村のプレミアム G1 第5回ボートレースバトルチャンピオントーナメント BBCT は3日目の13日中 11R で準決勝戦が行われた。決勝戦の枠番は抽選で決められるのが今大会の特徴の一つで、準決勝戦を突破した6人が枠番抽選に臨んだ。その結果、関広や群馬、 1> が一号艇に決まった。昨年覇者の松井茂、大阪は三号艇になり、やっぱり一号艇を引きたかった、とがっくり。しかし、チャンスがないことはないので、一発狙っていきます、と連覇への意欲を見せた。